さて今回の特典は塗り絵、はい、僕ねあの劇団さんと古市さんの似顔絵描いてきた。そういうお題もありましたね。ありましたよね。ありました。伊沢も描いてきた。描きました。古市も描いてきた。描きました、はい、あじゃあ僕から行きましょうか、はい、だからどれがいいかなと古市さんのこれあまあ悪口だけど似てる気もしますよね。これ見ようまあでもこういう似顔絵のでも意外と上手くないですか似顔絵。確かにね。ちゃんと特徴を捉えてるっていうか、これとこれと、うん、どれがいい結構何トライもしてるな。すごい。私これですかね。ああ。うんこれ。僕はじゃあこれ。でもこれだね。これ一応中井さん描いた。あ俺描いてくれたの。中井さん嬉しい。そうか詐欺師みたいな感じなんですか。なんかやっぱこのイメージ。ちょっと本当それはもう全然嬉しくない。あのなんだろうな。暑さと愛と汗を感じない何一つ汗も感じなければ愛も感じないし実際でもどれもないんだよまあこの似顔絵にはね、うん、僕ちょっと可愛くすぎちゃったかもしれないちょっとこれほらこれいいじゃんほらいいちょっと可愛くないですか。いややっぱ群を抜いてうまいねちょっと可愛くしました。うまいどんぐらいかどんぐらいあでも2分ぐらいじゃないですか。これ2分ちょっとお前見してうまいわ、うんもうほんとふざけてるよ15秒ぐらいですじゃあ劇団の意思で劇団さんは、ね、ちょっとこれも可愛くさくんですけどなんかこれおーほら可愛いね、うんうん、ねそんなキラキラしてんのキラキラしてますよ人々は意外とじゃあ俺も劇団のあれを、うんうん、これどういやひでえひでえなおいホラー映画みたいじゃないですかこれ何があったんですかこいつあの何だっけある人も描いたわうんこれあこれ鳥海じゃないですかあ鳥海さんなんか似てるかも鳥海さん似てるこれあとこれ大谷先生かな大谷先生がいないとおかしいかなかわいいかわいいじゃないですか大谷先生描いてよだからちゃんと俺大谷先生かだからこっちだね今候補挙げましたけどもどれが乗るでしょうかってお楽しみだね